アジアのチャイナタウンではアジアの中華街について記述する。ただし以下の地域についてはそれぞれ別記事を参照。これら以外の地域で中国系住民が集まって住む街には国別に次のようなものがある。日本国内の中国人移民は華僑と呼ばれている。日本及びアジア最大の中華街は横浜市内に設置されている。神戸市は 中華街として成長している。長崎市の中華街は1698年に開設された。新川チャイナタウン戦前には多くの家人が居住していたが朝鮮敗鼻事件で襲撃され放火されるなどした。また朝鮮戦争後も李正万及び僕正規政権の下で反民族優遇を打ち出され、家人に対する大幅な経済活動規制、外貨両替や 土地取得の制限などが行われた。そのため、多くの家人が台湾やアメリカ、日本など他国に移住する結果となり、中華街は縮小した。1992年の中韓国交自立後は、航海を挟んで対岸にある、山東省の中国人や東北出身の朝鮮系、中国人が出稼ぎ労働者や留学生として移住が、加速した。中国朝鮮族が移住した街では、 朝鮮族タウンが形成され、中国料理などが提供されている。現在は、インチョン広域市に、大韓民国最大の中華街がある。また、ソウル特別市、富山広域市に小規模ながら、中華街が形成されている。ジャカルタの中華街プノンペン、ストリート136にある。カンボジアへの中国民族の往来は1400年代に、始まる。近年、 多くの本土移民が移住した。シンガポールは人口の約8割が過人であり、国全体がチャイナタウンとも言えるが、特に中心部のニューブリッジロード、サウス、ブリッジロード周辺が伝統的にチャイナタウンと呼ばれる。かつては中華料理の屋台が軒を連ねていたが、シンガポールは都市国家であるため都市計画上の都合からそれらは一つの建物の中にまとめられ、 チャイナタウンコンプレックスという巨大飲食店街になっている。タイの家人は総人口の約10%に上ると言われ、特に首都バンコクでは人口の約半数が何らかの形で家人の血を受け継いでいるとされる。タイ最大のチャイナタウンはバンコクのヤワラー通りである。フワランポーン駅の西側、ヤワラー通りに沿って金行き、中華料理店、露店などが並んでいる。 マニラの中華街は、バッシグ川北岸のビノンド地区である。1594年頃に形成された長い歴史を持つ街である。きっかけとなったのは、スペイン帝国がアジアの拠点として建設した城郭都市イントラムロスであるが、それ以前から中国人居住者が相当数いたことが確認されている。チョロン地区ク,クアラルンプール、ジャランペターリング中華街の名称は、 マレー語でも使用されている。ミャンマー連邦の中華街はヤンゴン市内にある。多くの中国人は中国本土から移住してきた。ビエンチャン市はサム全体ロード沿いに中華街が置かれている。コルカタにチャイナタウンがある。ありがとうございます。